日本組合キリスト教会の牧師、片桐清治片桐清治は、日本の牧師で、日本組合キリスト教会の東北地方の重鎮として活躍する。安政3年1月17日仙台藩立家の売信片桐栄之助の子として、追落に生まれる。一の関市範伝習所を卒業して、小学校の教員として働いているとき、1879年夏。 友人で同志社絵学校の学生であった山崎ためのりによりキリスト教に接する。1880年により友人山崎ためのりの招きで同志社絵学校法語学科に入学する。在学中、病気療養中の山崎の看病を続ける。1881年5月1日同志社協会において ML ゴードン宣教師から洗礼を受ける。同志社卒業とともに、 水沢地方の伝道を開始する。1888年仙台に設立された、東華学校に招かれて、幹事と教師になり、市原森弘、和田忠しいらを助ける。東華学校廃校後は、福島教会に赴任する。1893年9月28日暗守令を受ける。宮城県の枠屋教会の牧師になる。1897年宮城教会の牧師に、 就任する。以来、死去まで同教会の牧師を務める。1928年に死去する。遺体は仙台市民神事に葬られる。ありがとうございます。